お冷やしです。どうも、カイノリスです。今日なんですけども、はい、クロットと酒井のコラボなんですけども、はい、ナイキ LD ワッフルの続報が第2弾ですね、はい、出てきているということで、今日はそのあたりをねやっていきたいなというところと、はい、あとオフホワイトと、はい、ナイキのコラボで、うん、新たなモデルがね来年発売されるんですけど、あ、そうなんですね、はい、その話と、あと年内に発売されるナイキダンクシリーズの、うん、まあ、新作の話と、はい、あと少しだけねちょっと007が10月1日から公開されるんですけど、はい、ちょっとその話の方、はい、はい、このチャンネルではスニーカーファッションに関するリーク情報や最新のニュース情報を動画でお伝えしているチャンネルとなっております。チャンネル登録の方を済みていない方はこの機会にチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。はい、お願いします。はい、我々ツイッターとインスタグラムの方もやっておりますので、概要欄の方にリンクの方がありますので、気になる方はフォローの方よろしくお願いいたします。お願いします。はい、はい、インスタグラムの方で、はい、ちょっと見てもらいたいんですけど、うん、エジソンチャンみたいなですか、はい、クロッテやってるエジソンチャンと、相方のケビンがいるんですけど、はい、その2人がインスタグラムの方で10月に発売されるんじゃないかって以前お話してました、はい、クロットと坂 LD ワッフのコラボでキスオブデスの、まあ、パート2のカラーを仕込んでるようなものを上げてらっしゃったんですよね、こんなに、うん、はい、で以前にも話してたんですけど、前回発売されたオレンジとは違って、はい、まあ、メッシュになってるので、まあ、半透明になってなくて、まあ、いわゆるソックスと見えるような感じじゃないデザインになってるんですけど、はい、はい、でこれがね10月9日にグローバルリリースされるっていう話を以前僕ら古い動画でやってるんですけど、はい、まあ、実際に、中国の方にも確か10月の9日に発売のね予定が来てたりとか、あと、まあ、アジアでの発売も10月9日っていうふうにリークが来てたので、はい、10月9日っていう発売で以前やらせてもらってたんですけど、うん、エジソンちゃん曰く10月7日って言ってるんですよね。あ、そうなんですか。はい、でこの10月7日っていうのはおそらくなんですけど、まあ、ジュースストアとかで先に先行でね、うん、発売される日にちがおそらく10月7日ということだと思うんですけど、はい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 、そういったコメントを添えてですね投稿されてましたね、うん、はい、裸足で履いてました確か。ああ、そうなんですね。はい、で相方のケビンの方も、まあ、こういった形でインスタグラムに上げてたんですけど、はい、これも前に売ってるんですけど、まあ、この2013年に発売されたクロットとエアマックスワンのコラボのキスオブデス2の、まあ、このから落とし込んでるようなものになるって話してたんですけど、はあ、まあ、これに関してなんですけど、まあ、日本の、ね、スニーカーズで10月の9日の発売であったりとか、うん、あとおそらく堺で事前に発売されると思うんですけど、 そうですね、それが多分10月7日頃になるのかなと思うんですけど、はあ、まだそういった、まあ、公式の、ね、情報が出てきてないので、うん、はい、今後まだ分かり次第こちらご紹介したいなと思うんですけど、そうですね、はい、はい、僕ね、なんか最近堺の方は結構ね、変えてるというか。ますよね。はい、あ。はい。いい感じになってきてるんで、これもね、うまく手に入れてたらなと思うんですけどね。そうですよね。はい、あ。はい。そういえば、前作のね、はい、オレンジのやつ。あ、そうなんですか。あれ、はい、なんか前、なんか気になってまだ悩んでますね。あ、そうなんですか、ね。はい。というのも、大体ね、1週間ぐらい前と、今なんですけど、うん、値段がだんだんちょっと落ちてきてるみたいで、あ、そうなんですね。もう少しちょっとね、落ち着いてからようかなって。落ち着いてから買おうかな、まあ。定価ぐらいになった時に、はい、ベッドしようかな、みたいな。わかんない。ですけど、今月まだちょっとね、うん、まあ、買わないでおこうかなと思ってるんですけど、ね、そうなんですね、はい、僕もね、いくつかね気になってるスニーカーあるんでね、また、はい、どっかのタイミングで時期が来たら、そうですね、ライブの方でね、はい、予定もまだしたいなと思いますので、はい、気になる方はチャンネル登録もよろしくお願いいたします。まあ、先ほど、10月7日もしくは10月9日にグローバリーされる、うん、このキスオブデスを落とし込んでるクロットと、うん、坂 LD ワッフルの発売の後でもいいかなってちょっと思ったりもするんですけど、ね、ああ、そうですね、はい、続いてなんですけども、オフホワイトとナイキエアフォースワンミッドですか、はい、あ、そうですね。ちょっと見てもらいたいんですけど、これあくまでもモック画像で、うん、まあ、イメージになるものなんで、まあ、デザインっていうのはおそらく変わると思うんですけど、はい、はい、ブラックと、ホワイトのカラーのモデルで、まあ、2タイプ、エアフォースワンミッドで、オフホワイトのコラボで、春頃に発売されるっていう情報が来てるんですよね。あ、そうなんですね。はい、でちょっと見てもらいたいんですけど、値段の方も180ドルに出てきてるんですけど、うん、まあ、春頃でいつ頃に発売になるかっていう詳細まではないんですけど、あと、ま、実際物の投稿もないので、うん、なんとも言えないんですけど、こういったものが来年の春先に発売されるという情報が来てましたね。あ、そうなんですね。はい。で、これ見てもらうと、ジップタイがついてないんですけど、うん、海外のスニーカー店サイトが言ってたんですけど、おそらくこの、エアフォースワンミッドには、まあ、ジップタイが多分つくだろうなというふうには書いてましたけどね。ああ、そうですね。まあ、いわゆる結束バンドなんですけど。はいはい。はい。まあ、実物の投稿がないので、まあ、今後ね、2、3ヶ月のうちに持ってる方の投稿であったら出てくると思うんですけど、はい、またその辺うまく情報キャッチして、はい、こちらご紹介したいなと思うんですけど。
はい、続いてなんですけども、あのナイキダンクローのリバースメサオレンジです。あ、そうですね、はい、ちょっと見てもらいたいんですけど、ナイキの方から公式写真で、うん、新たに発売されるナイキダンクローの写真が出てきてるんですけど、はいはい、まあ、ホワイトと、まあ、ブラウンを主体にしてるナイキダンクローで、うん、まあ、リバースメサオレンジっていう名前がついてるので、はい、ちょっと2002年に発売されたこのメサオレンジ見てもらいたいんですけど、うん、だいたいアフターマーケットで一時期1000ドルほどで取引されてたナイキダンクローがあるんですけど、はい、まあ、それの名前が入ってるね、ナイキダンクローがまあ今後発売されるということで来てたんですけど、うんうん、まあ、今見てもらってる2002年のカラーの、まあ、何ですかね、まあ、カラーに近いんで、まあ、反転させてるっていう意味を込めてですね、まあ、リバースメサオレンジっていう通称がついてるんですけ ど、はい、このナイキダンクローが、まあ、今後発売されるということで情報が出てきました、ね、はあ、はい、ちょっと栗ご飯食べたくなるようなカラーリングといいますか、はい、そういったカラーなんですけど、はあ、はい、まあ、公式写真が出てきているので、うん、おそらく近いうちに何か情報が出てくると思うんですけど、はいはい、でこの間お伝えしたものにもなるんですけど、はい、ナイキダンクハイのオレンジ&ゴールド、あ、そうですね、はい、ちょっと見てください。これナイキの方がまだ公式写真が出てきてまして、はいはい、まあ、公式写真が出てきているので発売が近いんじゃないかって言われているんですけど、うん、ちょっとね、7月に発売されたナイキダンクのレーサーオレンジじゃないですか、うん、はい、それを彷彿させるカラーということで、うん、一応通称でね、いくつかのスニーカー系サイトではこのナイキダンクハイのことを、うん、まあ、レーサーオレンジっていう名前をつけてるところもあったんですけど、はいはい、まあ、僕ら最初にこれオレンジ&ゴールドっていうカラーで紹介させてもらってたんで、はい、まあ、その名前ちょっと紹介させてもらってるんですけど、キクチっていうよりか夏って感じのねカラーリングなんですけど、まあ、確かにね、はあ、まあ、今後発売が近いんじゃないかということで、はい、情報が出てきましたね、はい、はい、で続いてなんですけど、ニューバランスの992のコラボの話ですか。あ、そうですね、はい、ちょっと見てもらいたいんですけど、明日発売予定で、もう明日なんですか。あ、そうなんですよ、はい、はい、これね、FL の選手で、うん、マルコム・ジェンキンス選手がやってる、はい、ナバリ・サビルっていうオーダーのね、カスタムウェイのスーツの、はい、まあ、ブランドがあるんですけど、はい、まあ、それ以外はちょっとトラディショナルな、うん、まあ、服もね、展開してるブランドなんですけど、はい、そことね、ニューバランスのコラボで、こういったピンク色のカラーとちょっとベージュのカラーを、落とし込んでる992のね、はい、写真が出てきてるんですけど、これがね、ピンクの方だけだと思うんですけど、明日発売するみたいで来てるんですよ、ね、そうなんですね、これかっこよくないですか。かっこいいですね、まあ、はい、またこのパンツと絶妙にうまいこと合わせるといいますか、そうなんですよね、まあ、イメージして一緒に作ったんですけど、ね、はい、生地がね、似てますよね、はい、カラーリングがね、うまく合わせてると言います、はい、はい、まあ、こちらはカルチャーファーストっていう通称の名前がついてるんですけど、うん、カルチャーファーストパックっていうふうに海外のスニーカー系サイトで紹介されてまして、はいはい、このベージュのカラーの方に関してはおそらくまだ遅れて発売されるのか、明日一緒に発売されるのかっていうことまでは書いてなかったんですけど、このピンクカラーの99にちょっとかっこいいなと思ったんですけどね。そうですね、はい、まあ、日本での発売はおそらくないかなと思うんですけど、ね、うん、はい、続いてなんですけれども、あのオフホワイトとエアージョーダン2ローのコラボ、あ、そうですね、ちょっとね、小ネタになるんですけど、この間話した時に、はい、話忘れてまして、あ、そうなんですか、はい、以前ちょっとご紹介した時に、この AJ2 ローとオフホワイトのコラボで11月11日に発売されるんじゃないかって言ってるね、はい、させてもらってた時に、うん、まあ、ちょっとスペシャルボックスと言いますか、通常の箱とは変わる感じになるってお話させてもらってたんですけど、そうですね、はい、でウィングロゴの形した上蓋の、まあ、スペシャルボックスになるってお話させてもらってたんですけど、はい、ちょっと付け加えたことがありまして、はい、これってね、1987年に発売された AJ2 ローのイタリア製のモデルがあるんですけど、はい、そちらのオリジナルのね、箱をね、まあ、いわゆるそのオマージュしてるっていう話なんですよね。なるほどなるほど、はい、今見てもらっているのは1987年の、うん、まあ、OG のボックスになるんですけど、うん、はい、まあ、これをね、まあ、モデレーターにして少しだけ色を変えて、うん、このオフ・ファイトと AJ2 ローのコラボの箱になるみたいなんです、ね、うん、その話をその忘れてたんで、うん、まあ、付け加えたいなと思いましてお話させてもらってるんですけど、これ発売がね、すごく気になってるんですよね。そうなんですよね、次欲しい、はい、今のところね、欲しい、なんていうんですかね、うん、スニーカーこれですよね、これ欲しいですけどね、はい、まあね、11月12日なんで、まだちょっと1ヶ月以上先の話になるんですけど、ちょっと先になっちゃいましたよね、はい、またこれに関してはね、ストック数であったりとか、はい、発売の情報が分かれば、はい、はい、またこれでご紹介したいなと思うんですけど、そうですね、はい、はい、続いてなんですけども、エアージョーダン1ハイの、バブルガムですか。そうですね、はい、12月の22時に発売されるんじゃないかと言われてる、うん、これ、ウィメーズになるんですけど、はい、このバブルガムっていうのは、まあ、マイケル・ジョーダンはね、試合中によくこうガム噛んでて、うん、こう風船をね、膨らますような感じのことをよくしてたんですけど、はい、まあ、それを落とし込んでるような、まあ、
アウトソール見てもらいたいんですけど、まあ、実際にそのガウンをね、うん、まあ、踏んだかのような、そうです、はい、デザインを落とし込まれているもので、まあ、通称バブルガウンって言われてるんですけど、はい、こちらの方が、ある海外のリーガーカードサイトが言ってたんですけど、うん、非常に数が少ないっていうのが出てたんですよね。え、そうなんですか、はい、リークでローストックって出てきてるんですけど、ただね、その詳細のね、数字っていうのはまだ出てきてないので、うん、それは今後分かればですね、こちらご紹介したいなと思うんですけど、数が少ないんじゃないかって言われてるんですよね。まあ、数少ないのはまあまあしゃあないかなとは思うんですけど、はい、サイズでかいの作ってほしいですよね。あ、それがね、これウィメンズの展開になるんですけど、うん、アマワニエルとエアジョーダン3のように、うん、その拡張されたサイズで発売されるっていうリークが来てるので、あ、割とサイズが大きめのものを用意されてる、はい、おそらく日本での発売は29センチまでになるのかなと思うんですけど、はい、まあ、海外の方に視野を広げてもらうと大きいサイズで多分発売されるんじゃないかと思うんですけど、ね、なるほどね、はい、僕ちょっとこれ欲しい一足なんで、うん、おそらく日本での発売やった時にですね、ウィメンズのサイズのであれば29センチまであると思うので、はい、まあ、ぜひともちょっと狙っていきたいなと思ってるんですけど、なんか黒パンに合いそうですもんね。あ、そうですね、はい、はい、で続いてなんですけども、映画情報が、あ、そうですね、はい、ようやくね、延期になってた、うん、ダニエル・クレイがやってる007のノータイムトゥーダイなんですけど、はい、10月1日の金曜日、日本の方で公開が決まりまして、うん、あ、そうなんですね、はい、もう来週の話なんですけど、うん、やっと見に行けるなっていう感じですけど、その今回の公開に合わせて、まあ、はい、ダニエル・クレイグがね、今回007のボンド役やるの最後なんで、あ、そうなんですか、そうなんですよ、はい、もともとはね、前作で終わってたんですけど、言ってました、ね、これ以前に話してるんですけど、まあちょっともう断りきれない天文学的なね、ギャラを提示されて、すごいですね、やることになったっていう話なんですけど、うん、はい、そんなノータイムトゥーダイの公開に合わせて、うん、明日からね、東京の方でね、こういった、まあ、ライカの写真を使った、ノータイムトゥーダイの、その撮影風景とかを、はい、その、関係者の人が撮ってるね、写真展みたいなのを行うらしくて、うん、もう東京で明日から始まるんですよね。はい、はい。はい。まあ、見てもらってるのはそうなんですけど、で、これ大阪の方で、一応11月3日ぐらいだったと思うんですけど、はい、ダイマルの震災バス展の方でも、この写真展が始まるみたいなんで、うん、まあ、ちょっと僕ちょっと見に行きたいなと思ってるんですけど、はい。はい、まあ、映画の方はね、10月1日に公開されるので、うん、まあ、何かタイミングを見払って、時間がある時にまた劇場に見に行きたいなと思ってるんですけど、はい。はい、またこの写真展の詳細であったりとか、僕らの YouTube の概要欄に貼っときますので、はい、あの、映画の公開の情報も合わせてですね、またチェックしてもらえればと思うんですけど、はい。はい、以上です。まあ、あの、今日ね、紹介した中で、やっぱり僕一番気になっているのは、オフホワイトとエアジョーダン2ローのね、コラボ一番やっぱり気になっているんですが、まあ、まだ発売までね、だいぶ時間あるんかなという気もするんですけども、まあ、発売情報だったりとか、抽選情報また出てきましたら、こちらの方で紹介していきたいなと思いますので、気になったらチャンネル登録のよろしくお願いいたします。ありがとうございます。はい、それでは本日は以上となります。ヘアレスでした。カインドレスでした。さよなら。I'm sorry, but it's evident. You're on your phone 24/7. No reply when I ticked at 10 past 11. And I swear you only tell me what I wanna hear. The real thoughts buried deep beneath the love and fears. I'm in a muddle, lost inside a puzzle here. Honestly, right now I don't really see no love in here. But I saw something in you, something in us. But I can't see a future without the trust. So I'm reminiscing visions I had.